はいこんにちは中学受験桜ララチャンネルの竹山幸です、えー。今日はね難関校の算数応印中の2016年3番の最終です、えー。まあ勝負問題ですね。もうこれすぐやります。さあすぐやりますからね。もうもう一回読みます。一辺の長さが2センチの正方形を下の図のように4個6個8個点々点と並べて図形を作って で、さらにできた図形を直線 AB の周りに1回転させて立体を作るさあこの時に正方形を6個並べた図形を直線 AB にぐるっと回して1回転させるとできた立方体は452.16立方センチメートル表面積は527.52立方センチメートルさあ2番今日ね 立体の体積が11,304立方センチメートルの時元の図形の正方形の個数はほにゃこですと、ね。さああどういうい法則があるのかなんです、ね、4個の時には体積は、ね、ぐるっと回るとここの円柱をここにはめるとスポットねこういう円柱になるわけ。 ここににこここういうふういふ枚はまるんですここがここにはまってであとくるっと回ればいいんですこれで12346個だった時にはどうなるかっていうとねここのをここに持ってくるんですでこの2つをここにそれぞれ持ってくるとちょうど体積としてはこういうふうになってね 高さが4センチでね全部これ6個並べて2人が4で23が6、ね、半径6センチで高さが4センチねえー、この円柱になるんです8個でもやってみますよ8個もぐるっと回った後にねだんだんとしたあの図形ができますよだけどねこれをここに持ってくることできるでしょ そしてこの二つをここに持ってきても同じでしょ。でこの二つをここに持ってきても同じでしょ。そうするとこうなるんですよ。体積を出すときには全部円柱になるんです。そうだとするとしかも高さは四センチですから。八個だったらね横に四個並んで縦に二個なら。 そうだとするところ一万一千三百四というものを、まず。四で割ってあげます。四で割れば、ここが出ます。と、一万一千三百四割る。四は。二千。八百。二十六です。これがここです。 さらに半径×半径 ×3.14 が2826なわけですから半径を四角とすると四角×四角 ×3.14 は2826になって四角×四角が出ますさあ四角×四角は2826を3.14で割れば出ますそうすると2826割る3.14は。 900です四角かける四角は900なんですそうだとすると半径かける半径が900ですから四角は30ということになりますつまり半径30ということはね、ここの回転帯の,この元になるこれが横が30縦が4ということです そうするとこれがね個数ですよね。そるとね一辺は2センチの正方形ですから 30÷2 をすると15一辺が2センチの正方形が15個並ぶわけです。でそして2段ですから 15×2 の30個だから書いていくとこんな感じだよね。ここれがひたすらこうやって15段 こんな感じで15段全部これになるとこういうふうに細長いやつになるんですだから答えは正方形の個数は30個ってことになるわけですいいいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう。